ただの、ただのマネキンだった。ゆう。これかっけえなぁ。こんなエッチな衣装を着てるとは。この看板かっけえよなぁ。何あれ、すごいエッチなお姉さんたち。キャッツアイ未だにやってたの。やっぱりそういう反応になるよな。そういう反応になっちゃうよな。そうだわ。おー、いいなこれ。こういう展示の仕方いいな。さてここに若いでっかいボタンがあるけど何なんだ。こういう展示の仕方ってかっこいいよね。あーすごい。わーいいね。なんだ、なんかロボットがいる。なんかが喋った。後ろにロボットがいる。うん、なんか2号ちゃんの横に、ああ光れる。あれ本当だ。なんだなんだなんだ。充電してよ。充電。あ、そういうこと。充電つってる。なんでやねん。まあ。何もないんだが。中に何もないが。何もないが。ないんだが。はい、花さん、こんにちは。ちょぼーん。かわいい。何なんだ、こいつは。バーチャルマーケット。出るよ。なんでやねん。たこ焼きがポヨーンって。うん、何もないな。残念ながら中身はない。運んできてくれるとかじゃないんだ。それとも中に入るしようか。中に入るとかじゃないんだよ。ポポーン。何何。ツッコミを入れるとご褒美にたこ焼きがもらえるかもみたいに書いてあるな。たこ焼き欲しいです。たこ焼きもうしばらく食べてないな。たこ焼き欲しいな。たこ焼きうまいよ。たこ焼き、わあ惹かれる。くれないんかい。惹かれちゃう。くれないんかい。ほら、たこ焼きくれ。あー、引かれる。あ、たこ焼き。お、たこ焼きだ。おお、たこ焼きだ。でも食べれねえのか。てか、でっか。うまそう。たこ焼きでっか。めっちゃうまそうなんだけど。あー、いいですわね。いいな。これちょっと持って持ちながら歩こう。食べ歩きだ。食べ歩き。食べ歩きです。食べ歩きか。お好み